東邦音楽短期大学は昭和13年に開学した東邦音楽学校を前身に昭和26年に開学しました。以来70年以上にわたり音楽を愛する学生たちを育んできた伝統ある音楽短期大学です。開学の地でもあるここ文京キャンパスは JR 山手線大塚駅から徒歩13分、東京メトロ丸の内線新大塚駅からは徒歩3分、山手線内にある唯一の音楽短期大学として通学に大変便利な立地となっています。東邦音楽短期大学には4つの専攻、4つのコースが設置されています。音楽教養専攻は音楽を楽しく学びたい、音楽をもう一度学び直したいという社会人の皆様におすすめの専攻です。音楽理論を基礎から学べる科目や音楽の歴史を楽しく学べる科目など、社会人の皆様がより楽しく音楽の教養を深めるための授業を多数開設しています。次に学内の施設を紹介します。吹き抜けになっているエントランスはヨーロッパの街角を思わせる装飾でとても居心地のいい空間です。ピアノも常設しており、さまざまなイベントやコンサートもここで開催することが可能です。こちらは記念館ホール、110名ほどの小ホールです。特にソロの演奏では最適の音響効果を発揮し、実技試験ほか各種発表会で使用します。個人練習室は授業の空き時間やレッスン前など学生の皆さんが自分の練習のために使います。朝7時から夜9時までの利用が可能です。こちらはレッスン室、実技担当の先生と個人レッスンを行う教室です。いずれも音楽大学ならではの施設です。図書館には楽譜や専門書が合わせて約3万冊の蔵書があり、学生は自由に閲覧ができます。また CD や DVD などのソフトも充実しています。清潔で機能的な学生食堂など、音楽を学ぶためのあらゆる環境を整えています。ここからは社会人選抜でのご入学をご検討されている皆様からよく寄せられるご質問について簡単にお答えしていきたいと思います。仕事や家事をしながら学ぶことはできますか？もちろん可能です。皆様ご自身のライフスタイルに合わせ無理のない履修計画を立てて音楽を学んでいます。この後説明いたします。3年長期履修生制度という社会人のための履修制度も適用できますので、そちらもぜひご検討ください。次の質問です。1日にどのくらい授業がありますか？授業は朝9時から1次元目がスタートし、5次元目の終わりが17時50分となっています。履修する科目によって登校する曜日や授業時間数が異なります。次の質問です。1週間に何日ぐらい通学しなければなりませんか？社会人の皆様はだいたい週に2日から4日程度で登校している方が多いようです。登校日に合わせて個人練習やレッスンの予定を入れるなど、皆様工夫をして学んでいらっしゃいます。他にもご質問がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。それでは最後に社会人選抜制度と支援についてご説明します。
受験資格は満28歳以上で高校を卒業されている方でしたら、どなたでも出願できます。選抜試験は9月から翌年3月まで毎月実施しています。受験準備が整ったタイミングで受験をしてください。詳しい日程は音楽ウェブサイトよりご確認ください。選抜方法は、小論文、楽典、演奏実技、面接を実施し、音楽に対する意欲、取り組む姿勢を重視して合否を判断します。実技試験の内容は、ご希望の専攻、コースによって異なります。演奏レベルや日々の練習方法、受験曲の選定など、様々な疑問や不安をお持ちの方は、毎月開催している社会人入学説明会や、音楽で開催している無料体験レッスンなどへのご参加もぜひご検討ください。長期履修生制度は、社会人の方が無理のない履修計画を立てられるよう、就業年限を2年から3年に延長できる制度。特別社会人入学生授業料減免制度は、入学年度の4月に満50歳以上の方は授業料の 20%、60歳以上の方は 30% を減免する制度です。詳しくは本学ウェブサイトからダウンロードできる募集要項に記載してあります。ぜひご確認ください。社会人の学生さんたち、もう社会人入学されるぐらいで当然かもしれないんですけども、とっても熱心で、熱心なだけではなくて、音楽への愛に溢れていらっしゃるんですよね。ですから、私が講義で喋ってても、もっと聞きたいなとか、その先どんなことがあるんだろうって、ワクワク感が自然から伝わってくるんです。ですから、私もすごく息に感じてですね、日々の講義にも、十分準備して取り組んで皆さんに満足いただこうと思ってやっております。今まで学んでいただいている社会人の方々、さまざまな背景があって、音楽今までほとんどやってなかったんだけれども、どんどん関心が深まって専門的に学びたいという方もいらっしゃいますし、自分が中学生高校生の頃に音楽をやっていたけれども、その後全く違う進路へ進んでしまったけれども、また音楽をやりたいという気持ちが日々溢れてきたって、そんな方もいらっしゃいます。専門的な知識も様々で、そういった方々が一緒になって学ばれてるっていうところから、本当にいい効果が生まれているんですね。で、私たちも講義レッスンとそれにお答えできるようにいろんな工夫をしてますので、どんな背景の方でも、どんなお考えの方でも安心していらっしゃっていただけたらなと思ってます。音楽大学で学ぶというと少し勇気がいるかもしれないですけれども、本学の雰囲気ですね、ぜひ説明会ですとかオープンキャンパス一度お越しいただいて、その柔らかい雰囲気ですとかね、温かさというのを感じていただければと思います。お待ちしています。いかがでしたか？ぜひ東邦音楽短期大学で大好きな音楽を夢中になって学びませんか？皆様のご入学を心よりお待ちしております。